もインコちゃん今日生足だった。足。ちょっとブーちゃん。ただいま電話に出る。なんでこれ電話出ないこいつ。ブーちゃんになんか美味しいもん食べさせてあげたいな。何食べさせよう。この時間だよ。白黒ちゃん会ってどうだった。率直な感想を聞かせてほしい。キモかった。あのみんな白黒ちゃんが病院代払ってくれたんだよ。今関東済み。俺も関東だよ。ちゃまみちゃん、ちゃまみちゃん何歳なの、何歳なの。彼氏いる。28歳。彼氏いるの。え、あ、まんこちゃん。うん。着いた。いやもうそ今向かってる。あの部屋まで上がってきてくれない。うん、じゃあね、気をつけてね。はい。ちゃまみちゃん、彼氏いるの？あくびが止まんないわ。応援してますって、彼氏いるのっていう質問に対して全く受け答えができていない。俺が必要とすべき情報が全く入ってないんだよ。全然ダメ。そういうところ。そんなこと聞いてないんだよ。してるとか、してないとか。どうでもいいんだよそんなこと。許せねえよ。いるってこと？そう。いない方がおかしいか。美咲も来た。あ、思わせぶりの美咲ね。俺を好き風な感じを出すけど、俺が食いついたらね、話をそらす美咲ちゃんね。思わせぶりの。ブーちゃんに酒飲まさないでね。飲ませるよ。酒飲むとエロくなるから。 ありがとうございます。ハラビーラブだよ。リリーさんリスナーかな。ウトロ番屋で完成丼食べよう。この時間やってるの。この時間いいじゃん、かわいいじゃん。12時から配信しようかな。ちょっと一瞬切っていい？配信30分小休憩挟んでいい？1時間ぐらい。うん、ちょっと疲れてるから仮眠取ろうかなと思って。ゆきんちゃんちょっと話せる？大事な話があって、一回話したいことがあるんだ。ちょっと時間くれない？何よ。で、それ何を電話しようって言ってるの。ゼロワンさんと LINE とか交換できるんですか。彼氏がいるのって聞いて答えない人には LINE なんて教えるわけないでしょう。ちゃんまゆちゃん、ちゃんまゆちゃん何言ってるの。ゆきんちゃんどうするの。お元気そうで。だから電話しようっていうことに関しての返答がないけど、あの聞かれたことにシンプルに答えてほしい。みんなね、シンプルに。俺シンプルな男だからさ。どうする。彼氏って言っても LINE 交換できるんですか。無理です。彼氏いるような。奪ってやろうか彼氏から。ちゃんまみ腹立つ女だわ。ムカつくわこういう女。お待ちを。了解。で、夏いつ来るの。早くしてよ夏も。普通に友達として、普通の友達としてだったら配信でいいんじゃない。そんな連絡取って密になることないんじゃない。何で電話部入りたいの。電話のコーナー1位になりたいって言うならそれはいいけど、萌えちゃんみたいな。電話のコーナーレギュラー入りしたいので、みんなに紹介するわ。一人レギュラー入りしたから電話のコーナーちょっと挨拶させるわ。みんなにレギュラー増えたんで。もしもし、もしもし、もしもし、部員ですけど。じゃあみんなに一言挨拶して。電話のコーナーレギュラー入りしたから自己紹介と。
はい。みんなに挨拶して。かしこまりました。自己紹介？うん。声聞こえてないっすよ。なんかラグあるんだけど。自己紹介と一応レギュラーに入ったんで、リスナーさんに軽く挨拶できます？こうちゃん？できます。ラグあるってどんだけラグあるのこのいつ。早く挨拶してよ。あ、もしもし。お久しぶりです。あ、お久しぶり。何ですか？なんか電話かけてきたって聞いたんですけど、うん、すいません、ブロックしてたんで。あー、すいません。気がつかない。本当にごめんなさい。帰ってきてほしくて。あの、目隠しプレーも認めるんでね。無理です。そう、そうか。はい、お疲れ様です。お仕事ありがとう。うん、何？ジンギスカ食べたいの？髪切ったんだ。どう？おかしい？うん。本当。切った似合ってる？ジンギスカン好き？明日は。いいね、明後日もどっか行かないの？なんか遠く。仕事ちょっと休んでくれない？3日ぐらい。明日は美容室。何時に行くの？15時から美容室。俺ヨガ行ってみたいっしょ。いや男行けないよ。行けないの？うん。それでその後行ったりして。誰と行くの？浮気しちゃう。いやしないで。嘘でしょ。浮気しないでほしい。付き合ってないよ。付き合ってないの？いや付き合ってない。付き合ってないの俺たち。俺だけ？付き合ってないの？付き合ってないよ。付き合ってないのか。うん、付き合わないの？どうしたの？どうしたのってみんながブーちゃんね。より戻してって言うからダメなのね。ゼロブーがいいって言うから。あ、じゃあ喉かわいい。俺いじめてないでしょ昨日から。どうなのリスナーさん、そんなにモラハラしてないでしょ。全くもう優しくするよ。そんなね、女の子にひどいこととかしないよ。変わったんだよ。何で、はい、なんで俺が管理してやるから。ネイルで使うから。俺が管理してやるから。うざい。うん、うざい。俺が生活費やるから。いらない。全部払えよ。いらない。何なの？どこでしょうね。ブーちゃんの配信、ジンギスカンの方がいいんでしょ。ブーちゃんの配信切り替えるわ。何食べたの今日？何が今日、うん、今日何食べたっけなっていうぐらいのものしか食ってない。あ、まだ生牡蠣とこと。あー食べれたんだ。でも北海道ならではの美味しいもの食べて、ね、ちょっと一回配信終わるわ。みんな出るとこない？あるはあるよ。あるはあるんだ、うん。